西内ひろみです。さっきも言ったけど19歳です。ですね、好きな食べ物は最近親子丼にハマってるんですよ。親子丼が大好きで、横浜の方にすごい美味しい親子丼のお店があってたまに行きます。大型で性格はマイペースなんですけど負けず嫌いなところもすごいありますね。はい、歌とダンスがすごく大好きで、はい、今回 B4U に入らせてもらって本当に自分の大好きなことができるということで、ですね、皆さんにパワーと笑顔を、ね、振り向いみんなに与えていけたらなって思います。特技ダンス、いや好きなことですね。特技2年くらい習ってたんだけど、そんなに特技って言えるほどではないですね。でもうまい、普通にうまいですよ。うまいです。覚え早いし、ビフォーユーの中ではもう頭使うのがダメなんですよ。体で動いて覚えるのは得意なんですよ。なんで頭を使わずヤギタを。何ですか。来ました。いきなり無茶振りですか。来ました、ヤギタ。今ここでですか。ちょっとね、ぶっちゃけ私も見たいもん。うん、でもさ、ね、すごい音楽ガンガン乗ってたらやりたいけど。しようか、しようか、しようか。いいですか、いいですか。ちょっと待って。ゆうちゃんの歌に合わせて。緊張するんだけど。しっとり系のやギターでもいいけど。ちょっと待って。そうだ。恥ずかしいんだけど。可愛いね、可愛いね。え、でもグランプリだっけ。そう、2007年のですね、ミスエアギタージャパンでグランプリいただきました。すごいよ、それすごいよ。すごくない、すごくない。見して見して。え、なんでやろうと思ったの。なんか一応最初事務所から話が来たんだけど、やるって言われて、自分で決めていいよって言われて、やりたいですって言って、でもやりたいですって言ったけど、どうしようと思って、そんな1回しか大の字おじさんがやってるのしか見たことなくて、ヤギターかと思って、ちょうどアクションやってたから飛び蹴り入れてみようと思って、こんなの入れたりとかして、こう引いてこう回ったりとか、で最後こう前後開脚やって、そうなんだ、ガーッつってやって、すごい、たグランプリ、だった。すごい。すごい。練習したの1時間ぐらいしか練習してなくて、あともうぶっちゃけ本番でやったんですよ。すごいね。ぶっちゃけ本番で。ぶっちゃけ本番で。ぶっちゃけでしょ。ぶっちゃけ本番で。ぶっちゃけ本番で。すごいね。はい、またいつか披露します。今日はこの辺で。勘弁してください。勘弁してください。はい、よろしくお願いします。立花彩乃です。私は千葉県出身で、実家が日本料理屋をやってるんですよ。すごい。そうだから、仕事がない日は実家でバイトとして着物して、いらっしゃいませ。着物着るの？割烹料理屋さんみたいな感じなんで。すごいね。すごい。食べに来て。今度行こう。行く。千葉の田舎の方にあるんだけど。ぜひ食べに来て、お父さんとお母さんがいらっしゃいって。行きたい。そう。そこの娘。娘。一人娘じゃない。一人娘。あと弟がいて。そうなんです。あとは特技は、フットサル、かな。もう2年ぐらいやってるんですけど、まあ私基本的にディフェンスだから、点取る方じゃないからすごい地味なんだけど、キャプテンとして地味に守りをやってるっていう。キャプテンっぽいもんね。本当？なんか強そう。見たことないけど、そう、今強いオーラが出てる。めっちゃ本当にそれ喜んでいいんですか？顔が強そう。喜んでいいのか。でもいざ試合になると、マジ超真顔になるから。本当に必死で精一杯頑張ってるんですよ。フットサルは。そう、もうね、長い2年ぐらいやってるかな。で、この間も大会で準優勝やったりとかして。すごい。最近やっと、フォワードに、なんか、自分も走って点を取ることに関して、自分もなんか入っていけるみたいな。やっとそこまでいけて。
すごい長かったな、ここまで来る。でもまだ点を入れたことは一回もなくて。ないんだ。ないの。そう。キャプテンがノーゴール。キャプテン。なんでゴールしてる、ね、みんなはちゃんとついてきてる？みんなはちゃんとあのついてきてくれてる。くれてる。くれてるんだけど。くれてる。そう。だからなんか今まで基本的に自分が中心っていうか自分がまとめなきゃいけないっていう、うん、なんかグループが多かったから、今回 Before You は、なんか、うん、私じゃないな、みたいな。私はついていこうっていう気持ちだから、なんかすごいね、うん、なんかね、新しい感覚っていうか、新鮮なの、本当に。だから、グミさんとか、リュウちゃんとかについていこうって思ってます。方向性間違えたらごめんね。間違えたらごめんね。違う方向行っちゃった。でもなんかまだ今日でちゃんと会って4回目とか5回目だけど、すごい馴染めてるし、本当ビフォーユーに入れてよかったなって思います。これからもあのみんなにね、足引っ張らない程度に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。福下めぐみです。埼玉県出身、まだ23です。んえ、まだ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 、じゃあ今からモノマネショーを始めますなんて言って、普通に80年代風が多いんですが、山口百恵さんとか中森明菜さんとか、まあ綾香さんもたまにやったりします。へえー、見たーい、見たい見たい。いや、えちょっとこっちの方が発生するんで、あそうそう、いやいやらしいなー。ないよね。いや、そうそう、まあ一国堂とかはね、うん、全然あれですか、ね、さっき見ました。別のが見たいな。まあはい。まあでもモノマネはあれですよ、今後の B4U のライブでもしかしたらやるかも。ああそれ期待だね。ね、それ期待。これの時はまあエアギターもやってもらって、リフティングもね。そうやってもらって、みんなやったらやるんだ。みんなの特技を出してもらってね、私もそしたらやりたいなと思います。お、まあね、趣味は本当アウトドア派なので、スノーボード、スキー、スキューバーダイビングとかパラグライダーとか結構いろんな多趣味です。そして、うん、犬の散歩でしたっけ、でしたっけ。犬の散歩、あの3匹飼っていて、お母さんとあと赤ちゃん2匹がいるんで、まあ、実家なのでね、休みの日は、まあ、犬と公園ドッグランとか行って、もう泥だらけになりながら日々の嫌なことを忘れてますけどね。どんな辛い思いしてるんですか。大丈夫。ねえ、大丈夫だよ。本当に、弟と同い年なんですよ。そうなんだ。同世代だから、なんか、すごい癒されるんですよね、二人。いち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 最初に年齢の話を言うんですけど。二十歳でーす。まあ、私にもこんな時代があったなとね。こういう大人にはならないように。はい、B4U とでは、まあ、リュウちゃんはもちろんなんですが、うん、まあ、私もね、やっぱり2人よりも年上の分、しっかりとB4U をね、盛り上げて引っ張っていきたいなと思います。ニヤニヤしてるんですけど、私すごい真剣なんで。すごいにやけちゃう病気で。わかる、同じ。はい、これから、まあ今日はね、1曲しか披露できませんが、今後もっといっぱいね、踊りも増えてくると思うんで、みんなに負けないように盛り上げていきたいと思います。これからよろしくお願いします。カット。右。右。
虹の向こう側へ